皆さんこんにちは、 ODS の堀です。パクパクパクはい、今日は、接骨院や整体院での、集客に大切なことをお伝えします。まずは患者さんに改善の認識を伝えるということ、そのためにちゃんと可動域検査の触診でどこどこが悪いということを患者さんに伝えて、施術後にここ治りました、ここ治りましたって伝える。でメインな症状、しびれとか結構ね時間がかかったりするんですね。そんな1回で治るっていうことはないかもしれないですけど、まだここ腰そこが治ってないということを伝えることが重要です。また、治療計画をちゃんと立ててあげる。1回治療してその後にいつ来たらいいですかって聞かれる人もおられるけど、その時に、まあ、重症な患者さんほど本当に僕の中では次の日に来てもらいたいんです。次の日とか、まあ、2、3日以内に来てくださいというのをちゃんと言えるかどうか、治療計画を立ててくれるという、立てるということが非常に重要。それは僕のビジネスとか利益のためじゃなくて本当患者さんのためですからね。一遍寝たりすると、あの体が冷えたりしてまた元に戻ることが結構あるんです。ホメオスタシスね、恒常性で戻ることがあるんで、それで今まで検査した中でどこが戻ったかっていうのが次回2回目の検査で、あ、ここは治ってここは治ってないとか、そういうことを患者さんに説明できる。で次はいつ来てくださいということをしっかり言えることが重要です、はい、あとはメンテナンスね。ある程度症状が治りますよね。治った後にメンテナンスで、今はいいんですけどまたどっか復活するかしませんねみたいな、ちゃんとメンテナンスで、あの患者さんを、あの治療に誘導することも、まあ、繁盛点には必要です。僕の場合はあんまりメンテナンスは重要しなくて、ある程度治ったらスタッフに振るようにしてます。でそうしないと患者さんが増えすぎて、あの新患さんが見れなくなりますからね。それで僕の、あの体力も持ってないんで、もしあめちゃくちゃ繁盛点の人はもうメンテナンスの患者さんがめちゃくちゃ多いんですよね、はい、そういう意味で、まあ、いっぱいスタッフがいるところはもう治った患者さんは、ある程度治った患者さんはスタッフにこう流せるようなシステムを作っていくと、もう繁盛点になると思います。はい、ありがとうございます。 4DS の堀でした。